脆いのか。ミカチプリン、これ海底のお宝よりいいもの浮いてるわ、この人。取っちゃう、取っちゃう、取っちゃう、取っちゃう。玉とかいいな。なんか服、カラフルな服とかあるよ。あ、本当だ、めちゃくちゃ可愛い。超キモってるよ。それ着ちゃうわ、プリン。え、着ちゃいましょう、着ちゃいましょう。え、どうしたかね、そこより。え、パーカー、ピンクのパーカーいいですか。うん、オッケー、オッケー。じゃあ、このおしゃれなズボンも着ちゃおうかな。あ、いいですね。おーい。これで足が遅い。返せよ。おい、その銃返して。ニコロ返してよ。そっち何も奪わず置いてあるので自分で回収してください。おより何も悪くないもんね。先に殺したのはそっち。コヨは自分のもの返してもらっただけ。置いてある、置いてあるって言ってるやろ。なんで人が悪いみたいにすんのさ。先にやってきたのはあっちなのに、せっかくこっちはさ返してあげててさ、他にももらったもんないかなってちゃんと手荷物確認してさ、これ取ったらかわいそうかなっていうもんをさ返してあげてたのに、なんでそういう言い草するん。マジで勝手に溺、しかもね、溺れたのも自分だしな。み、え、巫女の死体の場所を教えて。知らねえ。え、自分のとこにあるやろ。自分のマップで見てください。わからん。え、待って待って、マジ入れしてないから。もうみんなが喧嘩しないで、コメント欄で喧嘩しないでよ。こっちはプロレスしてんだから。みんながさ、みんながマジになってなんかガチギレしないでとか言うとマジでラストやりづらくなるからね。そういうのやめな。コメ欄の 99% の人はね、普通にやってくれているというのを理解してます。 1% のね、ガチギレしてると思い込んでいる皆さんにね、働きかけておりました。もうね、そういうのはねやめましょうね、ということ。